はい、酒好きな、新潟人の飲酒動画を始めていきたいと思います。今回はね、ウイスキーですよ、久々に。初号ハイニッカの復刻版数量限定ということでね、箱付きだったんでね、おーと思ってね。おー、とうとう来たか、マッサンの影響か、ドラマ。ドラマの、NHK ドラマのマッサンの影響かわかんないですけどね。初号のハイニッカ、の復刻版ということで、ハイハイニッカ。ハイハイニッカっていう。でね、この箱にもいろいろ書いてありますけど。いろいろ書いてありますね。まあ、これはまあ、後でいいや。とりあえず。初号ハイニッカ。こちらが原材料がモルトとグレーン。容量が 720ml で、アルコール度数が 39%。アルコール度数はハイニッカと変わんないですね。現在のね。ハイニッカと変わりません。で、値段がね、これね、1300円ぐらいだったかな。確か。普通のハイニッカ、これ、比較対象としてね、これ飲み比べするために今日買ってきたんですけど。ハイニッカが900円ぐらいですから。うん。ちょっと高い。まあ、仕方ないか。ジャッカジャーン。おぉ。おぉ、ハイニッカと、何にも変わんねえ。瓶が何にも変わってない。なんか、これもまたなんか書いてあるわ。初号。冊子がね。まあいいや、これは後で読もう。久々にウイスキー。初号ハイニッカ復刻版。ニッカウイスキー創業者竹鶴正隆は、手頃な価格で美味しいウイスキーを飲んでもらいたいとの思いで、1964年にハイニッカを発売しました。初号ハイニッカ復刻版は、現存する中身をニッカウイスキーが誇るブレンダーがテイスティングし、当時の香味を再現しました。余一モルトの甘さとコク、ほのかなピート香。モルトウイスキーとカフェグレーンの調和による伸びの良い香りと味わいが特徴です。だそうです。いや、やっぱね、ハイニッカはね、こっちもそうだけどね、このレトロチックなの、このなんか、ある種ダサいこのラベルがかっこいいよね。こっちの方がかっこいいけど。まあいいや。飲んでいきましょう。ドリドリ。どう違いがあるのか。でもこの瓶はすごいいいよね。この瓶はね。俺この瓶大好きなんですけど、ハイニッカの瓶がね、すごい、四角でね、すごいかっこいいと思うんですけど。じゃあ、ハイニッカ。これ色は、色一緒ですね。色濃いとかではない。それじゃあ乾杯。まあ、飲み比べするから、ちょっと。こっちも。普通に、まあ、なんか、普通のハイニッカ。ちょっとあれかな。あれが、アルコール臭がきつい。ピリッとくるのが、特徴か。普通のハイニッカ。あ、普通のハイニッカの方がマイルドで美味しいわ。ででーん。あれ？あ、普通のハイニッカはね、
あの、マイルド。すごい穏やかなんだけど、初号ハイニッカはすごい荒い。うん。あ、これあれだな。なんだっけ。あの、水も持ってこないとちょっとあれだわ。口の中がなんか。飲み比べにするときやっぱ水だな。水ないとちょっとあれだわ。なんか口が、ブワーってなって。あ、わからん。水持ってくる。はい、お待たせいたしました。じゃじゃーん。これわざわざネットで買ったんだぜ。これ6個の美味しい水。これ昔ね、これ6個のだったんですよ。で、美味しい水ってなってて、新潟にも普通に売ってたんですが、なんか東日本ではね、6個の美味しい水はもう売られなくなってなったんですよね。なんだっけ。売られなくなったんですよ。で、西日本だけ6個の美味しい水は売られるようになったらしくって。で、東日本は富士山の美味しい水になったんですよね。いや、富士山のじゃなくて富士山。富士山美味しい水みたいな。富士の美味しい水だっけ？忘れた。で、俺6個の美味しい水昔飲んだことがあって、うまかったんですよね。だから、ネットでね、わざわざ買ったんです。まあ、そういうどうでもいい話は、置いといて。じゃあ、普通のハイニッカ。うん。なんか恐ろしくまろやかだ。なんだこれは。恐ろしい。まろやかで、甘くて、それでいてアルコールのピリピリとしたのがなくて、非常に飲みやすい。だいぶ違うね。だってもう喉に入ってるのに、喉がピリピリしてこないもん。うん。うん。あ、全然違う。しかもアルコール臭もしないし。では続いて。ハイハイニッカ。初号ハイニッカ。うん。うん。ああ。こっちは、結構ちょっとトゲがある、ね。トゲがあって、なおかつアルコール臭がするんですよ。で、アルコールの味がするっていうか、アルコールの匂いと、
そんな感じ。なんかあれだな。ショーゴはハイニッカまずいな。普通のハイニッカの方がうまいぞ。なんかやけに、トゲがあるな。ちょっと喉がこう、辛ってなる。アルコールで。でも、アルコール度数は同じだからね。あ、そうそう、一つもう一つ関係ない話言いますけど。俺がいつも行ってる酒屋で、ハイニッカ、これ。ハイニッカは、俺が毎回よく行く酒屋があるんですけど、そこで売ってるんですが、なんと残念なことに、俺がお気に入りの、ピュアモルトシリーズのホワイト、どころか、ホワイト、レッド、ブラックが全部売ってたのに、ピュアモルトシリーズ、ニッカのね、売ってたのに、それ全部売られなくなって、値札も消去されてたんで、もう多分、売られないと思います。ただし、別のところで、別のスーパーで、ウオロクっていうスーパーがあるんですけど、そこで、なんか前から売ってなかったのに、ピュアモルトシリーズ全然1個も売ってないと、1個も売ってなかったのに、全種類そこで置くようになったんで、あ、今いいか、と思って。多分、マッサンの影響だな。でもなんであそこの俺がお気に入りの店、撤去したんだろう。まあいいや。まあ俺、結論から言うと、このショゴハイニカは美味しくないですね。うん。ちょっと辛い。口当たりがちょっと、粗い。で、しかもなんか若干薄い気がする、こっち。味が。ハイニッカの、を、なんかアルコールで薄めたような味がする。簡単に言うと。簡単に言うと、ハイニッカは多分、ハイニッカの劣化版ですね。ニッカウイスキーの創業者、竹鶴正隆は、ってさっき言ったか。当時500円という区切りの良い価格で、1964年にハイニッカを発売しました。あ、やっぱハイニッカの、現在のハイニッカの方が甘くて飲みやすいし、スムースだし、味もこっちよく全然アルコール臭もしないし、あれ美味しいわ。ハイニッカをより多くの人にウイスキーの美味しさを知ってもらえる商品にしたいと考えた竹鶴正隆は、ウイスキーに慣れ親しんでいない人でも美味しいと感じられるようなソフトな味わいに仕上げました。あ、これでもソフトなんだ。結構荒いけどな。今のハイニッカはだいぶあれソフトだ。こっちよく全然ソフトですよ。また当時、流行していった高音質を意味するハイファイをヒントにして、ラベルにハイハイとデザインし、ハイハイというリズム感とともに親しみを込めて呼んでもらえるような工夫も施しました。はぁ、ハイファイって俺聞いたことあったような、なかったような。あれ Wi-Fi の違うか。これ Wi-Fi かな？でも当時って言って1964年だからな。俺当時生まれてねえしな。Hi-Fi って高音質を意味する。なんか聞いたことあるような気もするんだけど、気のせいかな。発売直後から人気を博したこのハイニッカは、多くのお客様に愛され、当社を代表とするブランドとなりました。竹鶴正隆自身も昨晩の晩に年って書いてるね。これなんていうの？晩年？晩年は、ハイニッカを愛飲していたという逸話も残っています。これなんだこれ？晩酌とかじゃねえしな。晩年？
正午ハイニカ復刻版は、現存する中身をニッカが誇るブレンダーがテイスティングした上で、当時の香味を再現しました。竹鶴正隆の情熱は、今でもニッカウイスキーにしっかりと受け継がれています。ここに、なんかね、ハイニッカとブラックニッカクリアに、これリッチブレンドで竹鶴のピュアモルト。ですね。ハイニッカは吟味されたモルトとカフェグレーンとオーブレンド。すっきりとした味わいでありながら、香りと味わいの伸びの良さが特徴です。発売以来、若者も大人も気軽に楽しめる懐の深い味わいは、今も多くの方に愛されています。ブラックニッカクリア。ノンピートモルトカット、過去ピートを使用せず、乾燥させたピート由来のスモーキーフレーバーのない大麦麦芽を使用することで柔らかな香りとまろやかな味わいを実現した癖のないクリアな飲み心地のウイスキーです。ブラックニッカリッチブレンド。甘く柔らかいタレの香りとフルーティーで華やかな香りが広がります。シェリータル原酒をキーモルトとしてカフェグレーンを調和させた。スムースな口当たりと飲み屋さんの中にもうコクがしっかりと感じられる味わいが特徴です。これ以上の読むのはやめた。めんどくさい。なんか、読むのめんどくさいわ。箱のやつ読むか。これはさっき読んだのと同じだから。竹鶴正隆、ニッカウイスキー創業者。1894年生まれで、1979年に死にました。あ、案外生きたんだね。何歳だ ?1894 年だから6だから、85歳だ。85歳でまだ生きたんだ。ほう。より多くの日本人に本物のウイスキーを飲んでほしい。竹鶴正隆は、その情熱を胸に大正7年、過去1918年、24歳で単身、都営し、門外不出のウイスキー製造法を取得。帰国後、入社した会社で日本で初めてのモルト蒸留所の建設に尽くし、初代工場長に就任。その後、ニッカウイスキーを創業し、スコットランドの気候風土に似た北海道余市蒸留所を、仙台に宮城郷蒸留所を設立。ウイスキー作りに人生をかけ、日本で本物のウイスキーを作り続けた男こそ、ニッカウイスキーの創業者、竹鶴正隆で。そしてこの美人なね、リタ。創業者、竹鶴正隆を支えたスコットランド女性。竹鶴リタ。この人が、1896年生まれって、2歳違いか。2歳下ですね。1896年生まれの、1961年生まれ、死亡だから、65歳。あら。早くして、65歳で死んでしまったのか。プロポーズの時、スコットランドに残っても構わないという竹鶴に、私はあなたの夢と共に生き、お手伝いしたいのです。と答えたリタ。日本の生活に溶け込もうと努力を重ね、漬物や塩辛まで手作りした彼女を、人々は日本人以上に日本人らしい、と、評したほど。日本語の勉強にも励み、流なんとかな関西弁を操るまでになったが、正隆さん、
という発音が難しかったためか、竹鶴のことをマッサンと呼んだ。ウイスキー作りに慢心する夫を生涯にわたって支え続けた。あ、まさたかさんが、あ、ちょっとあれだよな。まさたか、まさたか、まさたかを100回言ってくださいみたいな。難しいね。なるほど。正直、ちょっとこれはあれだな。ちょっとあれだね。ないな。1300円でこの味か。ハイニッカの方がはるかにうまいぜ、これ。ダメ。これはちょっと、初号ハイニッカはちょっと、あれだな。本当にブレンダーが多分、本当って、本当だとしたらこれは本当にあれですよ。当時のハイニッカはまずかったと。今のハイニッカの方が美味しい。まあ、しょうがないか。だって1964年にハイニッカ発売したってことは、あ、でも竹鶴もう50歳超えてるぞ、多分。50歳多分超えてますね、この人。まあ、まあ、どちらにしろ、あれだ。まずい。うん、今のハイニッカの方が断然美味しい。これ間違いない事実でしょう。ということなので、ちょっと長くなりましたが、まあ、ハイニッカちょっと期待したんだけど、まあ、仕方ないかな。って感じでしょうかね。まあ、うん。まあ、うん。でも、この値段だとちょっとないな。さすがにな。さすがにこの値段だとちょっとない。コクはないし、甘みはまあそれなりにあるけども、甘み。うん。甘みはちょっと多めかな。香りはまあ普通ぐらいでしょ。このあれだとちょっとこれないな。この値段でこの味だとこれはもう二度と買わないです。うん、2432です。ご視聴ありがとうございました。